12件目よろしくお願いします。モイとアサヤの飲みたくないの。この番組はモイとマサヤが30分間自由に喋る番組です。駆逐してやる知らないのにすいませんなんとかの巨人ですね。うん、そうですね。ちょっとオフの方が話が盛り上がっちゃったっていう、この俺らのいけないこのね、ね、まあ、いいね。俺らのいけないって何がいけないかっていうと、40と38がアニメの話で盛り上がる。そうっすね、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 うん、いいんだよ、男の子はいつまでたっても男の子なんだよ。そうなんだよ、そうなんだよ、もう、ね、もうほんとドット絵のゲーム大好きみたいなね。大好き、うん、俺この間もう、うん、中古屋さんに行って、うん、スーファミのソフト4本買ってきたもん。俺もうあれ買った、スーファミのほらあんじゃん、ほらニンテンドークラシックのあれを買ったよ。ほらなんかほらニンテンドーが出したさ、ちっちゃいスーファミみたいなやつにさ、なんかゲームいっぱい入ってるやつ、うん、買った、やっと買った、やっと安くなったの、あれ高くて6000円ぐらい、いや5600円ぐらいで買った。うん、やっと買えたよあれ買えたよ、やっとあれスターフォックス2がやりたくて買ったよやっと合法的にできんだあれと思って、やっ買ったよ俺も。あれどう、コントローラーも ちっちゃいんでしょやっぱり。いやコントローラーはもう普通のスーファミ、うん、普通のスーファミと同じサイズ。そうそうそう、だから本体がちっちゃいのよ。あ、そうなんだ。そうなのよ。だやりやすいな、ほんと懐かしくて。何作ぐらい入ってんだっけあれ。20何、だって FF の6とか入ってるんだってあれ。ああいいね。じゃあもうあれだけでいい、ね、1ヶ月くらいはねずっといけるいける俺全然いけるよ、だってでも、うん、まさきのやつを全部ね全に覚えさせてねもう FF6 とか4、5、6の話だったら俺永遠できるけどねもうそれ以降知らないんだよ俺7と8の、あ8はあんま知らない、7と9ぐらいはできる、うん、プレステ、プレステはね、プレステはね8やってない、プレステになってちょっとイキり出してチョコボレーシングとかわけわかんないけど、そうね、あれ不思議なダンジョンとかでね、不思議なダンジョンはあんまトルネコとか買わなくてそう、トルネコパクリじゃん、そこそこ面白かったの買っちゃったけど俺はね、うん、だってだってトルネコチョコボに買い届けたのかよみたいな、なんかモーグリとか出てくるやつ、そう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 、あれはあれでまあ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 面白いで、俺ドラどっちかっつったらドラクエ派だから FF はあんまプレイしたことないんだよ。あ、そうなの。うん、FF あんまやったことない。 F はどれも、スーファミのやつも、ねプレステ2の変化、高田くんがさ主題歌だったやつ、あじゃあティファのやつ、じゃあ天じゃない、天天天だ、うんうんうん、それをちょろっとやった、うん、あティファが歌ってるって言ってオープニング、なるほどティファが歌ってるのに声は倖田來未だっていや、なんか8ぐらいからなんか主題歌が突き出したんだよね、うん、確か。ああ、うん、8の時はでも知らない人がなんかフェイウォンっていう人が歌ってたけど確かね、うん、そうやね、曲がつくん、うん、ドラクエ未だに曲ってつかない、つかないねあれね、
うん、ドラクエはどこまでやったっけな、11までやったかな多分。ああじゃあ結構やった、うん、なんか通信でなんかアクションゲームみたいになってからやんなくなったかな多分。ああ、うん、そしたらやんない多分。なんか僕あんまほらそういうのやらないからやろうよっていうのをあの誘うのがすっげえ苦手だからおじさんはやっぱあなるほどね、うん、そういうの苦手だからさ、うん、でやってるよあの黒猫のウィズとかやってるんだけどあの クイズのゲームであるんだけど、ねあれやってん俺未だにやってんだけどあのここの雷のやつやりたいからって言える人あんまいない一人二人ぐらいまあやってる人はそんなにいないっていうのはあるんですけどいやもうあの白猫はやってるんですけど黒猫やってないさーってうんなんかごめん、うん、もうそう言われたらもう誘えなくなっちゃうんだよね怖くて確かにね、うん、俺ドラクエ10のさ、うん、10ってオンラインなの。あそうか、うん、そうそれをあのいとこに誘われて、うん買ってやって、うん、でいとこ辞めちゃったから、うん、パーティー組める人がそんなにいないからもう辞めちゃった11 あの今持ってないんだけどハード持ってた時にやってたかな、うんうん、本格的にすげえやったのって9までだね、うん、あー DS のやつかな、うん、確か DS だね、はいうん、すれ違い通信とかあってあの宇多田ヒカルが急に入ってきたりするやつだよね確かひろゆきの地図みたいなのあって正幸の地図があってなんかあのそこにはぐれメタルがすげえいたやつかなそれぐらいまでかな、うん、未だにあるの3のリメイクとかだったりするもんだって。いや昔のやつの方が面白い逆に、うん、スリーとか俺あんなアプリ買わないんだけどうんほんと久々買ったのは、4のリメイクと、半熟ヒーローぐらいだから半熟ヒーローはやっぱ大好きなんだよねあれ、うん、すげえだってあのカベドンっていうあの怪獣がいるの怪獣がエクモンスターが何、ねうん、か壁ドンしてくる怪獣がいるああいうの好きすごいな ああいうちょっとバカげたゲームって面白いうん昔のスクエアはああいうのできたのよホントねうんあの時のスクエアは好きだったうん今そうでもないうん、っていうねあの話をしだすとねあのまたガチャに行かなくなっちゃうからの今日は早めに今日早めに行こう、うん、じゃあ行こう、うん、で俺はまたタイマーをセットするのまた忘れてるっていう、ね、またやってないなそうですね20分でタイマーを今セットしましたよし、すいませんいつも、それじゃあですねカテゴリーを選びましょうかじゃあですね、6個の力、6の力、1つ選んでくださいじゃあ4 、悩み相談カテゴリーですね来た自分で言うのもなんですが容姿も悪くなく、仕事もできる方だと思いますしかしながら男性からあまりアプローチを受けません考えられる理由はありますかいや俺はもう出てるなこれなあこれ相談者は女性ってことだねじゃだねうん俺もこれはもう分かる俺これなんですかズバッと言ってくださいいいですか
ぱ自分で言うのもなんですが、容姿も悪くないし仕事もできるんですけどって言っちゃうとこじゃね。そういうとこじゃないか。そういうのを鼻にかけてるところがいけすかなんじゃないかな。確かにな。うん、俺いや男でも女でも、てか俺そういうさ友達になりたくないもん、その前に、うん、自分で言うなよっていうね、うんうん、それ面白くやれる人いるんだけど、それ大人ですけど何かみたいな人とお友達にまずなりたくないしじゃないの、うん、と思いますけどね。まあそれか、まあ見た目がすげえ綺麗だったらあのアプローチしてくる人もいるだろうけど、いや、うん、でもこの人ほどじゃないしっていう人もいるだろうし ね、 ね、なんかね、うん、ね、うん、だからお前のそういう思考が原因だと思います。もうこれ解決ですよ。僕はもう何も言うことないです、全部同意です。多分俺はそう思いますっていう。フォローは無理っすかねこれ。これはね、はい、あ多分ね、あのね、自分大好きなのよこの人は。そうそうそう、だから自分より好きな人が現れたらあの、うん、自分からアプローチするタイプじゃないのっていう感じ。知らねえけど。知らんけど。知らんけど。うん、わ、何この気持ちみたいな、あの気持ち悪いことを思うタイプのあれじゃないの、うん。ああ。ね。気持ち悪いな、お前。うん。じゃあ、答えとしては、気持ち悪いな、お前。でいいんじゃないですか。いいね、あの誰かわかんない悩み相談、うん、いいね、あの、はい、本当好き勝手言えるもんね。そうだね、うん、このカテゴリーでもう一回いく、これ一回話してみよう、うん、行きましょうか。もっとちゃんとした人からの悩みを受け付けたい。そうするね、いやーこれは ふざけたの来ちゃって、いきます、はい、はい、悩み相談カテゴリーからね、どれだけ寝ても眠い、寝てしまうと怠け者だと思われる、でも眠い、解決策を教えて。起きろ起きろよバカお前よじゃあ起きろやあらまあマジだ、違うよ。あ、違う。起きてるから眠いんだよこの人。ああ、じゃあ、あの、2日ぐらい徹夜してみよう。うん、そしたらあの気持ち、あの二徹するとね、結構ね気持ち悪くなるから、ね、寝てなすぎて、で目の奥が痛くなる。うん、ね、そしたらあの経験者は分かった、うん、そしたらあのドリエルを飲んでみようね。うん。ドリエルはいいよ、眠たい時には。うん、眠くない時には。これはでもね、まあ、うん、一理あるよね。うん、だから、うん、なんか寝ても眠いっていうのを、うん、なんか病院にかかるなり、なんか薬もらうなりして、うん、改善する。それか、うん、やっぱ眠いっていう思考がずっと寝ても続くっていうことは、うん、多分心の中に何かしらの闇があるかもしれないから、そう一度病院に行ってください。うん、それか、うん、飲み足りないとにゲストで出ましょうね。ああ、うん、そうだね、バッチバチに目覚めさせてあげるからね、うん、で目覚めたなっていう、なんかこんだけね、あのもう、うん、めちゃくちゃ酔っ払った人たちとかかってると疲れるし、うん、うん、あ、いい意味でね、うん、そうそう、だからゲストに出るときはお前シラフだぞ、うん、あ、そうだよ、飲んじゃダメだよ、絶対飲んじゃう、うん、
でこれ俺らのテンションに合わせてきたら意味ないから、そんな。そう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 、それだだ、うん、でシラフで酔っ払いとね、あの付き合うと疲れるから、絶対、うん、絶対そうだよね、うん、絶対疲れる。まあ一部特殊な人いるけど、あのまあ俺は疲れるんだ、わかるよ、うんうん、だからあの、まあ、そういう特殊な人じゃない限りはあのここにあの来てね、うんうん、君はここに来てね、うん、あの一回あの疲れろ、うん、疲れろ、うん、疲れろ、だから疲れが足りないんじゃない、疲れが足りない、そう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 なのよ、そうなのよ、うん、そうだから本当に面倒くさい人と関わってみよう、うん、そうこの酔っ払った萌えさんみたいなこのね、うん、ね、眠くなるぞ寝たい寝たいよ寝たいよって思うからね、そうなんか嫌なことにあったら眠りたい、ちょっと待って、俺らと喋るの嫌なことなのか、いや違う、いや多分あの眠りたいよって思うような目に遭えばいいと思うっていう風に言いたかったんですまあまあ俺もそんなねよく寝れる方じゃないけど、うん、うん、いやてかなんか発散した方がいいと思うんですけどね、なんかね、うん、ちょっとね、うん、ちょっとなんか心の病気もちょっと疑った方がいいかな、なんか溜まってるから、溜まってっから、うん、溜まって一発で、一発で行って、うん、でそのなんともなんなかったらなんか収録型の発信アプリとかなんかそういうのでなんかやれやれ、うん。ね、なんかちょっとぐらい嫌なことあってもそこで喋れると思うから、うん、ね、そうだ、うん、それを解説した際にはぜひコメントで教えてくれ、うん、行くから行くから行くし紹介するから、うんね、これ二人が行ったね、うん、ね、以上、はい、じゃあすごい低姿勢で行くからあのー、すいません、ほんとすいませんっつって開けてもらってしばらくは低姿勢なんだけど、やったからてめえこのあー、解決したんかこれでよえーっつって、で、後から掲示板とかに書かれるんだよね、これよし、次行こう、よし、次行こうこれダメだ、これはダメだ、これはダメだよし次、よし、あこれはよくわかんない、これ解決できるかわかんないですけど一応いきますか、30代後半のパート勤務の未婚、性別は女性、なかなか結婚できないのですが何か良い方法あるですか、知らんそうですね、30代後半のパート勤務、うん、不適切な発言連発中、だから本当それでもいい男性を探しましょうね、うん、で、あのね、あの本当にその中でも本当に運が良けりゃ出会いがあるからね、だからめちゃめちゃ不適切な発言連発中2、俺が何を言いたいかというと、いつ何があるか分かんないから、うん、悲観する方が、うん、なんか暗く見えてなんかみんなどっか行っちゃうから、うん、そうだね、いいんじゃないですか普通に楽しく過ごしてりゃ、これ前も言ったけど楽しそうな人に人は寄ってくるから本当に、うん、と思います、本当にそう思います、マサちゃん泣いちゃう、ね、楽しそうな人に人がやってきますね、だからみたいな、あやめろよ、ね、で日々つまんなそうな日々つまんなそうな人には誰もやってこないから、うん、なんとなく楽しそうな人の方がいいのかな、ちゃん思う、モアちゃん思うよ、モアちゃん今日カットするの多いな飲みたくないの、
突然ですが編集中の白船萌です。ですね、この後ですね、本名を言う、住所を連発、不適切発言連発、不謹慎発言連発、下ネタ連発、まあ要するに流せねえこの後というわけでエンディングでございます。毎週火曜日20時に何かしら配信されますので、よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。面白かったらでいいですよ。というわけでお送りしたのはモアイとマサヤでした。ありがとうございました。時を閉じ込めて